はい、江田島クッキングのお時間になりました。はい、今日はね、餃子を作ります。はい、はい、これですね、昨日ちょっと食べなかったジャンボ餃子ですね。はい、それからね、冷凍庫にこんなものがありました。四川明細日本ハム、フカヒレスープですね。素晴らしい。18年の5月26日。これね、いやー、いつかもらったその、日本ハムのギフトですか。なんかこう、シューマイとか餃子とか入っとった中華セットにこれ、フカヒレスープも入っとったんですね。これだけ食べてなかったっていう。これは今日いただこうということですね。はい。それからこれ。これ最近もらいました、親戚から。じゃーん、ローストビーフ。あ、絶対美味しいやろ。あー、ちょっと硬いな。昨日ね、冷凍庫から冷蔵庫に移し替えたんですが、解凍して食べるためにまだ大変硬い。まあでも切って放置しとけば食べれるでしょう。これも食べます。はい、今日はこんな感じですね。さあ、まずは餃子いきましょう。はい、ちょっと焦げチェックしましょうね。焦がすわけにはいかないの。あら、早いな。焦げチェックっていうか、もう最高のタイミングやった。どうですか、最高やん。はい、フカヒレスープは沸騰したお湯で8分間ということなんでね。はい、じゃあローストビーフを切りましょうか。はい、うん、うわー、まだ氷やな。24時間冷蔵庫に入れたけれども氷っていう。まあいい。な、火もついとるぞ。ぐわー、うわー、シャーベットになっとる。これ水で洗ってもいいやろ。ああ、いい感じや。うわ、赤っぽいの見えます。うわー、これうまいわ。これ美味しいわ。これどうしよう、切って明日また食べるまで。あ、ちょっと分厚かった。また、食べるためにしっかりと密封してね。はい、あ、絶対美味しい。しょわっと、いい感じに蒸し上がったね。あー、最高です。はい、水は入れておりません。はい、はい、醤油かけます。フカヒレなんか食べたことない。こんなうまいんやろうか。まあ日本ハムやから。うわー、あ、ちち、どんな味すんのやろ。はい、ローストビーフ、タレ、餃子、ライス、
カヒレス。じゃあまずはローストビーフいただこうか。タレにつけて。はい、フカヒレスープいってみよう。お、匂いはいいぞ。これはうまいわ。はい、餃子。